ほらほらサナエドリー。新しいおもちゃでちゅよー。ふん、くだらんな。ほら、チュッチュッチュ、チュッチュッチュ。おん、舐めとんかこら。はぁ、困ったなぁ。せっかく新しいおもちゃ買ったのに。なぁ、あんてこと、2日に4回ぐらいありますよね。そんな時は、見た目も特性も変わり者なぬいぐるみなんて、いかがですか？ということで今回解説するのはこの方です。見た目可愛いやつ大体やばい。プラシテンのおもちゃです。特別収容プロトコル SCP-309 は、現在サイトバキューンのレベル2研究室にて、安全なグローブボックスに格納されている小動物を利用した日常的な実験は、このグローブボックスを介してのみ、行うことができるそうな。また、大型動物や人間を使用しての SCP-309 をボックスから取り出す必要のある実験に関しては、クラス4職員、もしくはふんふん博士の承認が必要となる上、この実験に利用できる人員は、D クラスに限定されている人員、かっこ人間の扱いとは言っていない。ぬおーおん、また D クラスが損するのかよー。扱いがキンキンに冷えてやがるー。どこぞの藤原達也だよ。そんなこんなでオブジェクトの説明。SCP-309 は、プラシテンでできた小さな動物のぬいぐるみだ。ちなみにプラシテンってのは、ツヤツヤしつつ少しけばだっている生地のこと。フラシテンや、プラシといった呼び方の方が多分馴染みあるかな？はて、知らない子ですねー。いや、あなたの体に使われてるんですが、そんなプラシテン、表と裏が逆になってるような見た目をしている。裏地であろう部分が表に来ていて、縫い目にゴールデンオレンジの毛皮が存在。顔には2つの目があり、少量の綿が頭から飛び出している。オフ？なんだか痛々しい感じもする見た目だぜ。頭にバナナ乗せてるやつにだけは言われたくないわ。その内部には綿が詰められており、見る者に柔らかな印象を与える。そこの君、抱きしめたいか。抱きしめたいです。本当に抱きしめたいか。本当に抱きしめたいです。もっと思いをぶつけてこいや。抱きしめたいんだー。うるせえ。なんやこの理不尽。SCP-309 の異常性。この見た目、抱きしめたくなる気持ちもわかるが、オブジェクトクラスがユークリッドなことから察してほしい。これ、直に触れたらあかんやつなんやな。でなければ、わざわざグローブボックスに入れる必要がない。では一体、このおもちゃに触れるとどんなことが起こるのだろうか。その異常性は、人間や動物といった生物が指で触れた時に起こる、えも言われぬ不快感、というか嘔吐感である。しかもこれ、触れてから数十分も続く。おぐるるるるシャルオラブおよいろろ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 。これにはどんなに強靭な被験体もお手上げ。汚いねー。もうこれ即席ノロウイルスだろ。だがそれ以上に厄介なのが、こいつを強く被験体に押し付けたり、つまみ上げて強く抱えようとした時に起こる、裏返りという現象。骨格は変化しないまま、筋肉、腱、人体が反転、もろもろの臓器は体の表側に再配置される。こちらは5秒から10秒と短く、死に至ることも稀らしいが、出産の痛みや群発性頭痛、刺し針ありに刺された時の痛みを超える激痛な上に、プロセスが始まると中断不可能、一度は裏返らなければならない。どうだい？君も一度試してみないかい？お断りさせていただきますわ。ということで今回の解説はおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。それではまた次回、ハートフルアジャコング。